10月なのにさ、今日とか30度ぐらいあったでしょ。暑すぎ。早く涼しくなってほしい。夜はね、めちゃめちゃ涼しいんだけど。こんばんは。一旦湯船から退出。よいしょ。みんなお風呂入りましたか？もうまだ。ててててて。て目がかゆ。さっき。ツイッターにも書いたんだけど、イカゲームを見たんですよ。めちゃめちゃ流行ってるから見てみようと思って見てみたんだけど、なんかさ、あれなんだろう、一本の映画かと思ったらさ、シリーズ1の 1,2,3,4,5,6,7 みたいなドラマみたいにさ、結構分けられてて、とりあえず1の1だけ見たんですけど、なんでみんなあんな好きなんだろうっていうぐらい普通にちょっと怖くてびっくりした。その続きは特に見ないかなっていうのがかすみの感想です。怖かった。ああいうなんか鉄砲のシーンとかね、ちょっと怖いですよね。でなんかめちゃめちゃ興味がある映画は全然違うんだけど、ちょっと見てみようかなみたいな、面白いかどうかわからないやつを見るときに、変な話なんだけど、絶対共感してくれる人いないと思うんだけど、ひじはね、 YouTube とか映画を見るときに、あの人 1.5 倍速で見るのよ。すごくない？最初の頃マジでびっくりした。 1.5 倍速で YouTube とか見るの、映画も。だからイカゲームちょっとよく分かんなかったから、私も 1.5 倍速で見たの。なんか1時間あるやつも超早く見終わることができて、でもちゃんと見たい映画はね、さすがに 1.5 倍速はしないけど、イカゲームの前はひじからおすすめされた分かっていてもっていう韓国のドラマ映画を見ました。それはめちゃめちゃ面白かった。女子が好きな韓国映画って感じ。めちゃめちゃパパ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 パ。 YouTube は 1.5 か2倍速で見る。そういう人いるんだね。びっくりしちゃったよ。めちゃめちゃ時短ちゃ時短だけどね、とにかくびっくり。でもまあちょっと見てみようかなぐらいの時は本当にちょうどいい、早いから。タタ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 タって Oh my god.今日の出来事を発表します。今日は イベントの打ち合わせがございまして、ひじとスタッフさんと今日はイベントの打ち合わせと話をして、お昼ご飯食べて打ち合わせをして帰ってきました。でもさ、ひじとずっといるからひじの話ばっかなんだけど、今日はひじとかすみでお互いの親の LINE を交換しました。かすみがひじのママの LINE をもらって、
ひじに何かあったらすぐ連絡できるようにっていう理由でもらって、かすみは、あ、ひじはかすみのママの LINE をもらって、かすみに何かあったらママに連絡できるようにっていうことで親の LINE を交換しました。もちろん2人の親に了承を得て、何かあった時のためにひじの LINE 渡しとくねって、かすみの LINE 渡しとくねって、でひじのママと少し LINE をしましたよろしくお願いしますって、いつもお世話になってます、彼氏みたいなことし、いつもお世話になってますって、ひじに何かあったらすぐに連絡しますってそんなカップルみたいなことを、そんななんかなんだろう、ふわふわしたことをしてるんだけど、親の下の名前呼び捨てで登録してます、お互い。もしなんだろう、かすみのママがあきこさんだったら、ひじはかすみのママの LINE をあきこって登録してる、でかすみのことをあきこジュニアって登録してるっていう感じで、と謎な登録の仕方。イベント、ハロウィンの、そうハロウィンのイベントです。グッズとか内容とか、場所がきちんと報告できるようになってからチケットを販売するっていう感じです。まあでも10月31日っていうことに変わりはないので、そこだけ開けておいてもらえれば嬉しいかなと思います。本当新たな試みもあり、とてもとても楽しみな一日ですね。その日のために頑張りたい。本当だからね、絶対コロナなんかにね、かかってる場合じゃないですよ。31までは絶対に体調を崩すことができない。でも大事な時って絶対体調崩すからね、かすみ。それはちょっと気をつけたいです。でもコロナにかかったら2週間ぐらいさ、身動き取れなくなっちゃうでしょ？それだったらもうね、イベント間に合わなくなっちゃうから。1日2日で治るもんじゃないからね。かすみも気をつける。みんなも気をつけてください。パパン、パパン、パパーン。というか、この間ショールームやった時に、なんかイベントに参加したいからイベントを探しますって言って、本当忘れた、ちゃんと探したんですよ。ちゃんと見てみたんだけど、ちょっとやりたいなっていうのが見つからなくて、なんか新しいイベントが出るまで待ってようかなって思います。プラスなんかイベントの参加の仕方がよくわからない。最近何の音楽聴いてますか？かすみはもう K-POP ばっかり、 K-POP にぞっこんって感じだけど、トゥン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 、お風呂の後は寝るだけ。そうです今日は疲れたからすぐ寝る。なんか目がコンタクトが合わなすぎて、目と頭がほんと最近しんどくて、今日新しいコンタクトをやっとポチりました。後でやろうと思って、ほんと1週間2週間ぐらい過ぎたから、さすがにやろうかな。てか本当にさ、1日1週間2週間3週間ってマジで早いよね。かすみネイルと
松江区の周期が3週間なんですけど、と美容室が月に1回みたいな感じなんだけど、もう3週経ったんかっていうぐらい本当に早い。あ、もうネイルの時期かって思うもん。この間ネイルしたばっかなのにまた3週間経って買いに行かなきゃいけないっていうぐらい。3週間って本当に秒、もう1年終わっちゃう。2021年も終わっちゃう。2022になりますね。もうすぐクリスマス、ひじの誕生日、お正月。だってこの間ニトリ行ったらもうさ、ハロウィン通り越してクリスマスツリーが飾られてました。はいや、ハロウィン10月31日のイベント来れる人いますか？だいたいどのくらいの人が来てくれるのか把握したいよね。でもね、緊急事態宣言が明けたとはいえ、明けたとはいえって感じですよね。まだちょっと怖いもんね。コロナなんてなければもっといろんな人に会える年だったんだろうに。ダン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 って、ドドドドドドド、ベイビー。行ける予定です。嬉しい。この間会えなかったからね、嬉しいです。タタタン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 。最近何してたんだろう、かすみ。ひたすらゲームやってたわ。そうだ、かすみがさ、いつもさ紹介してるクラロワっていうゲームあるじゃないですか。あれのパーティーモードでオンラインで知らない人と一緒にチームを組んで戦えるのよ、2対2で。それの3倍速プレイっていうのがあって、それが楽しすぎて毎日毎日やってました本当に。でも今それがもう期間が終わっちゃったから やってなくて。コロナでほとんど何もできなかった。去年よりは良かったんじゃない？確かに。2020。なんかあったかな。あ、今日の夜ご飯はカレーでした。カレーを食べるか納豆を食べるかキムチ鍋を食べるかめちゃめちゃ迷って、すっごい全部食べたい気分で。でも相性悪すぎじゃん。本当はキムチ鍋が食べたかったけど、人参が悪くなってしまいそうだったからカレーにしました。
お風呂でさ半身浴しながら飲む水ってめちゃめちゃ美味しいよね。おいしい。はあ、納豆を食べた。最近めちゃめちゃ好みの納豆に出会いまして、まずみさ、小学校の時のね給食の納豆が、マスミの福島の学校は納豆にわかめとネギを入れるのよ、と豚汁っていう組み合わせで、だから納豆にネギとわかめ入れるのが結構当たり前なのよ。それで粒は結構大きめで、食感はなんかなんだろう、もさっとぐちゃっとしすぎてない納豆が好きで、でなんかいろいろ納豆を食べてたら、最近おいしいこれやこれっていう納豆に出会いまして、金の粒の金の熟成ってやつかな、なんかネイビーみたいな色の納豆なんですけど、全然高級でもなんでもない普通に100円ぐらいの納豆なんだけど、それにわかめとネギとめんつゆを入れて食べ、あとからしもね、からしもめんつゆも入れて食べるんだけど、それがめちゃめちゃ美味しくて、ほんと毎日のように納豆を食べてた。納豆好きすぎて、もうほんと和食がさ一番好きなのよ。だからこう白ご冷たい冷え冷えの硬い白ご飯と納豆とお味噌汁だけで超嬉しい。それだけで本当にご飯食べれる。ウィスパーープラスする。納豆と卵を、ベビーピー眠くなってきちゃった。半身浴っていいですよね。でも半身浴さ、携帯いじりながらやってると本当に1時間ぐらい入っちゃうからさ、で半身浴めちゃめちゃ長くするとさ、いざ頭洗うのがめちゃめちゃしんどいんだよね。あ、まだ頭洗ってなかったのか。なんかお風呂を入る前にアイメイクだけ落とすんですよ、専用のリムーバーでね。コットンでアイメイクと眉毛だけ落として、半身浴して、この水蒸気でメイクをよれさせて浮かせてクレンジングするっていうのがかすみのやり方なんですけど、だから半身浴してるときは顔はまだ、目と眉毛以外はメイクしたまんまなのよ。ちょっと気持ち悪いよね、メイクがよれまくり。ピースパーアップピースタンレディピー、歌詞合ってんのかな。
持ってなさそう。パン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 パパパパパパパ無音？本当？あ、そうせりゃパパペリペピピあれ？